はい、こんにちは。ネイチャーフォトグラファーの林です。私は今、北海道で自然写真家として活動しています。今回は初心に帰って、オートモードと P モードの違いについて解説していきたいと思います。皆さんはオートモードと P モードって使い分けたことありますか？オートモードについては使ったことがある人も、P モードについては一切使ったことがないっていう人も多いと思います。結論から先に言うと、オートモードはほぼすべてカメラ任せで、シャッターを押すだけでいい。で、プログラムモードは絞り、シャッター速度はカメラ任せなんだけど、残りは全部自分で決められる。この違いがあります。でもっと簡単に言うと、カメラを初めて買って箱から出した時に使うような人だったらオートモードの方がいいし、少し撮り慣れてきたらプログラムモードの方がいいです。でこれを深掘りして話していきます。でまずオートモード、さっき話したようにカメラを買って今日今から撮るよっていう人にとってはおすすめなモードですね。でキャノンだとインテリジェントオートって呼ばれています。ここに合わせておけば絞り、シャッター速度、ISO すべてをカメラが自動で選択をしてくれるので間違いなく撮影できるし、本当にシャッターを押すだけですね。だから逆に言えば大きなカメラを使ったことがないから操作が不安っていう方も、心配しなくてもオートの設定にさえしておけばシャッターを押すだけで基本的なものはすべて撮影ができます。でオートでも3つはこちらから選ばないといけないものがあって、1つ目はストロボを発光させるかどうかで、2つ目は画像のサイズ選びで、3つ目は1枚撮りか連写にするか、画像で言えばこの部分ですね。でこの3つに関してはこちらから選ばないといけないです。でこれも1つずつ解説していきますね。で1つ目、ストロボを発光させるかどうかで、ストロボを選べるボタンを押すとこんな感じの表記になると思います。で稲妻みたいな形をしているストロボ表記に A って記載されているのが自動発光です。キャノンを例にしているので他のメーカーさんだったらもしかしてマークがちょっと違ってるかもしれないです。これはその名の通り自動で発光してくれるので、暗かったら発光してくれるし明るかったら発光しないです。でストロボのマークだけなのはストロボの強制発光なので強制的に発光します。でよく夜景とと人物を撮ったりとか、風景であればこういう写真ですね、こういう写真が撮りたいときは強制的に発光させます。で次のマークは見ればわかると思うんだけど、ストロボを発光しませんっていうストロボ禁止ボタンです。で水族館とかコンサートとかストロボ禁止の場所で間違えて発光させてトラブルになったりっていう話をよく聞くので、そういう意味でも普段はストロボは禁止にしておいた方がいいです。で必要な時だけ使うっていう感じですね。で2つ目がサイズ選びで、よくあるのがせっかくいいカメラを買っているのに画像のサイズが小さいまま撮影している人って本当に多いです。でどのカメラもそうだと思うんだけど、こんな画像みたいに、ローの M サイズ、ローの S サイズで JPEG の L、M、S サイズみたいな感じにセレクトできると思います。でその他に細かく決められてたりとかはしますが、基本的にはどのカメラもそんな感じになっていると思います。でここで重要なのが、JPEG は L サイズをファイン、一番画像のいいやつにしておくっていうことですね。で、L サイズでも画像が粗い設定になってたりとか、ファインじゃない人が多いので、ここは必ず確認しておいてください。で、ローに関しては、JPEG と同時設定でもいいし、しておかなくてもいいっていう2つの意見が僕の中にはあって、設定しておいた方がいい理由は、今後コンテストとかに出した時にローテイストを求められる場合があるんですよね。JPEG ってどれだけでも加工できるから、元の信頼できるデータの証明書っていう意味で、ローも取るって感じですね。で、逆にロー設定をしておかなくてもいい理由は、ぶっちゃけ JPEG だけでほぼ全ての撮影が行えるし、初心者の人はローで撮っても後から上手に現像できない人多いですよね。だったら JPEG だけでいいんじゃないかなって思います。で僕のインスタの写真とか見てもらうとわかると思うんだけど、ほぼすべて JPEG で撮ってあげているものです。基本的に僕はロー現像とかは一切やらないです。で3つ目、1枚撮りか連写か、あとオートで選べるのは1枚ずつ撮影していくのか、連写でバババッと撮影していくのかっていうのも選ぶことができます。ここは基本的に1枚撮りでいいです。これなぜかっていうと、ちゃんとした理由があって、
オートだと追従にしたりとか、ピントを設定しておく範囲とか、まあ、測定エリアをこちらから決めることができないので、まあ、連射するメリットが大きく削がれているんですよね。まあ、だからオートでは連射にする必要はないです。次にプログラムモードである P モード、まあ、先ほど話したオートと何が違うのか、まあ、画面を見てもらうとわかるんだけど、これだけ操作することができます。めちゃくちゃ操作できるようになりましたよね。難しそうって思うかもしれませんが、まあ、絞りとシャッター速度はカメラ任せで、残りを自分で決めればいいだけっていう感じですね。まあ、初心者の人でも多少カメラに慣れてきたらこのモードがおすすめです。でなぜかっていうと、露出、ピクチャースタイル、この2つを変えることができるから。で他にもいろいろ変えることはできるんだけど、この2点が一番大事なところですね。でまず写真の基本中の基本である露出を思うようにいじれる、まあ、これは本当に大事なことで、露出を極めれば写真って相当上手くなります。で絞りがどうこうよりも絶対に露出の方が大事。どんなに綺麗な風景でも、まあ、写真が暗いなとか白飛びして明るすぎるなっていう写真は、それだけでほぼお蔵入りが決定します。で他にも室内で人を撮ったら顔が真っ暗で後ろの窓が綺麗に見えるとか、まあ、そうやって撮ってしまった経験ってみんなあると思います。まあ、それってやっぱり露出を自分で決めてないからなんですよね。カメラ任せにするとさすがにそこまでは面倒を見てくれないので、 P モードにして露出をいじる。で明るくしたければ露出メーターをプラスにすればいいし、まあ、暗くしたければマイナスにすればいいだけです。で次にピクチャースタイル、まあ、これもメーカーによって呼び名が違うんだけど、まあ、クリエイティブスタイルとかピクチャーコントロールって呼ばれているものですね。まあ、オートの設定のままだと当然ピクチャースタイルもオートのままで一切変更できないんだけど、 P モードにするとこんな感じでいろいろ設定することができます。で風景だったら風景専用のピクチャースタイルがあるし、まあ、ポートレートだったらポートレート専用のピクチャースタイルがあります。まあ、特に風景だったらピクチャースタイルをいじることによって、より鮮やかな青空が出たり緑色をもう濃く発色してくれるので、一気に作品映えするようになります。で露出を整えてピクチャースタイルで綺麗に発色するだけで、オートとは比べ物にならないぐらい写真のクオリティがアップするので、 P モードは本当におすすめです。絞り優先とかシャッター速度優先とか、いろんな設定はさらにその上ですることができるようになるんだけど、まあ、まずは自分の思う明るさで写真が撮れるようになるっていうこと、まあ、これを優先してやっていけば写真がより綺麗になるんじゃないかなって思います。まあ、以上がオートモードとプログラムモードの違いについてでした。まあ、今ね、オートでしか撮ってないんだけど、まあ、次どうやって上達しようかなって思ってる人がいたら、まあ、ぜひね、プログラムモードにしてみてください。今後もし写真やカメラにもっと詳しくなりたかったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、そしてインスタのフォローもお願いします。あと、オンラインで写真サークルもやってるんで、興味ある人はそれも下の概要欄からぜひご参加ください。あと、北海道で撮影ツアーもやってるので、綺麗な写真を僕と一緒に撮りたい人もいたら、ぜひホームページの方もご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。